アビラウンケンバザラダトバン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 どういうことなんだい、どうして俺がこんな目に。朝比奈河内の神様ご登場。山伏と神楽面の男たち、問題は双方ともに上根山藩発行の通行手形を所持していたことだ。ほう。上根山藩では昨年藩主の病気療養を理由に参勤交代を延期し、今年に入ってからも再度の延期を申し出ておる。この度の一件、そのことと関わりが？どうやら上根山藩の内部では次期藩主の座を巡って争いが起きているようだ。
次期藩主の座をめぐって小藩とはいえ神君家康公以来の譜代他の諸大名の手前このまま放置はできぬそこでご苦労だがお主に出羽まで行ってもらわねばならぬかしこまりました大目付は将軍老中に代わって諸大名を監察する役職である諸藩の謀反から幕府を守るため身分を隠し日本国中へ探索の足を向けるその権限は大きくその判断が藩の取り潰しに及ぶこともしばしばであったために諸藩は大目付の潜入を警戒し密かに朝比奈河内の守正清を隠密奉行と呼んで恐れた またお出かけでございますか？うん。ご老中様は本当に人使いが荒いお方だわ。朝比奈の家に嫁いでから殿様と過ごすより一人で留守番をしている方がずっと多いんですもの。まあそう言うな。罪滅ぼしに両手に抱えきれんくらいの土産を買ってくる。本当に？おお。嬉しい。それを楽しみにお帰りをお待ちします。今度はどちらへ？それがな。西ですの？それとも東ですの？あいにく今回はご老中に口止めをされておる。お前にも言えんのだ。たく者！大目付朝比奈様の行状監視が役目でありながら、行き先がわからんではすまるぞ。お言葉ではございますが、この度は奥方様にも行き先を告げられずに出立されましたので、いかんせん何とも手の内を。ご老中土屋相模の神様は、過日の山伏と神楽面の男たちの争いにことのほか興味を示しておられた。ああ、おそらく何か関係があるに違いない。しかしそれだけでは朝比奈様の行き先。そこを何とかするのが真鍋。貴様の役目であろうが。と神楽面というだけで雲をつかむような話だな。どこどう探せばいいんだよ。ちょっと待った。全部持っていくのは勘弁してもらいたいな。不満が半分にしてくれんか。本気で言ってんのかよ。おう、本気だよ。まいったな。返すよ。返しますよ。いいのか？いいも悪いも旦那の金だろ。困ってるんじゃないのか？ああ、困ってるよ。旅の途中で博打に誘われてすっかんぴになっちまって、丸二日飲まず食わずなんだから。そりゃ難儀だな。だったら遠慮はいらん。半分持ってけ。いらねえよ。施しは受けねえ主義だ。盗みはすれど施しは受けずか。変わったやつだな。変わってんなそっちの方だろ。半分持ってけなんて能天気にも程があら。世の中にはあくどい連中がうようよしてんだよ。そんな調子じゃいずれ身ぐるみ剥がされちまうぜ。名は何て言うんだ。うん、鶴吉だよ。なかなかいい名だな。よし、
今から進次郎という名になってもらう。進次郎？どういうことやすわ。神の山藩ご側室お夕の方様、菊丸君と知っての狼藉か。無礼者、この手を離さぬか。人明かしとは穏やかではないな。危ういところこちらの御仁に助けていただきました。おう、上野山藩軍隊筆頭京川奥之助でござる。お湯の方様と菊丸君をお助けいただき誠にかたじけない。こいつ改めて礼をいたすゆえお名前をお聞かせ願いたい。あ、いや、見ての通りのスロー人、名乗るほどのものじゃありません。そういうお気遣いは無用です。いや、おい進次郎。やるじゃないの。さあ行くぞ。お待ちくださり。この者は進次郎と申されるのか。ええ、たまたま道連れになった男ですが、亡くなった母親の生まれ故郷に向かう途中だとか。ほう、母親の生まれ故郷とは上野山だな。お礼の印に連れの者ともども奈良家の本陣へご案内しておもてなしを。承知いたしました。お方様のお言葉でござる。ぜひともご同行ください。いや、しかしぜひとも。そうですか。それじゃあお言葉に甘えて。待ちなさい。当然殿に直々お話がある。自責がある磯部様といえども通してはならぬと命じられております。ご城代の命令であろうが殿のご意向なら別だが、ご城代にそこまでの権限はない。え、通せ。あ、なりませぬ。殿のご命令だ。ご病気が治るまで誰にも会わぬと申されてな。話があるならわしが聞こう。菊丸君とお湯の勝様が何者かに襲われました。おお、それは一大事。運よく難を逃れ奈良家の本陣に向かわれました。これよりお迎えに上がり、この上野山までお供いたします。ご無事で何よりだ。こんなことがあろうかとお二人のお国入りには反対したのだが。見当違いだったようだな。
酒はうまいし料理も悪くない。三万石の小藩とはいえさすが大名だけのことある。どうでもいいけど、おいらに信次郎なんて名付けて一体何企んでんだい。そう慌てるな。いやでもいずれ分かる時が来る。ごめん、何のお騒ぎだ。次席家老磯部右京之助様がご到着になられたのだ。右京之助。ご無事で何よりでございます。菊丸とは一年ぶりではないか。はい、昨年江戸へ参りました折にお目にかかって以来でございます。大きゅうなられましたな。目を覚ますではないか。申し訳ございません。城代家老鬼塚劇の鼻を明かし、何としても菊丸を世継ぎの座につけることが先じゃ。次の上田山藩主に。清川信次郎という名の男の素性は。それがまだ何とも。鬼塚劇の思惑を叩き潰すためにも念には念を入れねばならぬ。たとえ別人だとしても構わぬ。あの浪人者ともども。は。雇い主は軍代筆頭と次席家老、いやその上の側室お夕の方というわけか。御頼みよ。鬼塚、久しぶりじゃの。菊丸君ともどもご健勝のご様子、恐悦至極にござりまする。我らが無事の到着、そなたの本意ではあるまい。何を仰せられます。城代家老としてこの上なき喜びにござりまする。相変わらず狸親父よの。さあ菊丸、お父上様にお目にかかりましょう。お待ちくだされ。殿のご容態いまだ優れず、お目通りの儀は今しばらくご遠慮願いと存じまする。ご加減が優れぬならばなおのことすぐにも会いたい。そのために菊丸と共に戻って参ったのじゃ。
それとも我らがお目通りできぬ何か特別なわけでもあるのか。と申されますと。例えば。お方様は殿の身に何か異変でも起きているのではと案じておられるんです。もはやすでにこの世にはおられぬのではと。磯部、万が一殿がお隠れ遊ばしたなら直ちに公儀に届け出を出さねばならん。そのことを怠るとこの上野山藩は即刻お取り潰しになる。そのようなことを軽々しく口にするではない。長くは待てぬ。三日のうちに菊丸を殿に目通りさせる。いかにそなたが止めようとも。よいな。陣屋の近くだ。やばいんじゃねえの。東大元暮らしで帰って安全だ。安心しろ。連中は朝方早く上野山へ向かった。それにしても奴ら何だってまた旦那の命を。連中の狙いは俺ではない、お前だ。俺、どうしてこの俺が命狙わなきゃならねえんだ。この一月余りの間に江戸で三人の若い男が殺された。いずれも信次郎って名だ。いや、おそらく昨夜の連中の仕業だろう。お前で四人目ということになる。ちょっと待った。旦那、それを承知で俺に信次郎なんて名をつけたのか。そうだよ。冗談じゃねえや。命狙われると分かっててなんべらぼうな話があるかよ。俺には鶴吉ってれっきとした名があるんだ。信次郎なんて縁起でもねえ名はのしつけて返すぜ。まあそう言わずにもうしばらく信次郎でいてもらいたい。ごめんだよ。やばい、逃げなきゃ。大丈夫、連中とは別口だ。別口って？この信次郎に用があるんじゃないのか。聞きたいことがある。母子の名は。俺のおふくろのかい。お弓という名だそうだ。そうだな。うん、おゆみ。なんだよ、俺の顔に何かついてんのかい。バカ君、どういうことだ一体全体。どうやらお前は上野山藩三万石の若君らしい。奥州街道を避け感動を通り抜けてきたのですが、途中山伏の一団に襲われ、私と若君だけが生き延びました。して傷の具合は。かなりの深手を負われ、いまだに意識も朦朧とされておられます。三日のうちにこの上野山城へお連れするのは無理か。はい、今動かせばお命に。よくわかった。若君のことくれぐれも頼むぞ。何事も隠密裏に事を運ばねばならん。遺書もつけてやれぬが、万が一のなきよう計らえ。ご城代、若君が、新四郎君が見つかりました。何？殿のご病気が思わしくない今、上野山藩にとって若君のご帰還はこの上ない吉報。これで公儀に正式に世継ぎとして届けを出すことができます。いや、別にこの信次郎君でなくとも世継ぎなら、あのお夕の方が産んだ菊丸がいるのでは。いかんながらそれはできぬのだ。そのわけは。我が殿のご意志だからだ。殿様の。お夕の方様は殿のご病気をいいことに江戸藩邸を掌中に握って贅沢三昧。それで足りずに
今度は菊丸君を次期藩主の座につけて上野山三万石を思いのままにする所存なのです。そのために新次郎君の暗殺を企て江戸でそれとおぼしき者を三人も殺させたのです。我が子可愛さだけではなく私利私欲となればなおさらお夕の方の思い通りにさせることはできません。若君、上野山藩の世継ぎとしてぜひ戻っていただきまする。悪いけどさ、おいらにはとてもじゃねえが世継ぎなんて務まらねえぜ。上野山藩家臣その家族、いやことに藩内の領民のためにお戻りになっていただきまする。それにまずその品のない町人言葉を直していただかねば。そんなこと言われたってよ。ご城代、しばらく猶予を与えてもらえんか。いや、あまりに突然すぎて新次郎君も気持ちの整理がつかんようだし。まだそこもとの生命を伺ってはおらんが。おう、そういや俺もまだ知らねえんだよな、旦那の名前。朝日凛太郎と申す。朝日殿、折り入ってお話が。そなたの狙いは何かな。狙い？新次郎君を伴ってこの上野山へ来た狙いだ。旅の途中で道連れになり暇つぶしがてらここまで一緒に来ただけのこと。他に何の狙いもない。ご城代、そなたの力で三日のうちに新次郎君を説得していただきたい。三日のうちに？そうでなければ嫌おうなく菊丸君を後継ぎにせねばならんのだ。そうなればお夕の方様の思うつぼになる。朝日殿、上野山藩三万石の不審がかかっているんです。それほどまでに急ぐというのはつまり殿様の病が芳しくないということかな。殿の御座所で鬼塚劇がどのような顔をするか見ものじゃ。いかにご城代といえども菊丸君をお世継ぎとして認めるしかありますまい。ご城代です。明日のことでお話が。約束の期限じゃ。そなたが何と言おうと菊丸ともども殿の御前へ参る。ご城代、もはや引き延ばしは許されませんぞ。そのつもりはない。お約束通り菊丸君とお夕の方様には殿にお会いいただく。ただしもう一人殿にお目通りなさる方がおられる。もう一人とは誰のことじゃ。この上野山藩の後を継ぐ若君でござる。若君？菊丸君の上に殿の血筋を引く若君新次郎君がおられることをご承知のはず。その新次郎君よ、さよう。お二人と共に明日殿にお会いになられる。どういうことじゃ。それとおぼしき者は始末したのではなかったのか。何をぐずぐずしておる。すぐさま手を打たねば全てが水の泡になるではないか。またお越しください。苦しゅうない。表を上げ、一同の者を大義であった。
どうももう一つピンとこねえな。どちらへ。はばかりだよ。お供いたします。いいよ、ついてこなくて。何があっても若君から目を離すなとご城代に言われておりますから。金魚の糞じゃあるまいし、はばかりにまでついてこられちゃ出るも持てなくなっちまうぜ。まったく。あっ、小武蔵。群れくせ者を。やっぱりお前が。夏若君の命を。人違いだ。この男は俺の知り合いだ。朝日殿の。それよりも信次郎君を。はい、若君。よくここが分かったな。一か八か、神楽面の一行の後をつけてきましたら大当たりでした。まんざら私も捨てたもんではございません。神楽面の一行。はい。いや、それにしてもこの神の山藩には信次郎君は一体何人いるんですか。どういうことだ。女は城代家老の手の者か。そのようです。あの城代家老が俺の話に乗ってきたのはこのためだったのか。若君。ああ、おいら降りるぜ。命やってのものないだからな。江戸へ帰らせてもらうよ。若君の方にはこの上山藩の命運がかかってるのです。何卒お戻りください。上野山の若君じゃねえんだ。偽物なんだよ。偽物。そうだ、偽物なんだよ。頼まれて信次郎なんて名乗っちまったけど、本当は鶴吉っちゅうんだ。上野山とは縁もゆかりもねえ真っ赤な偽物なんだよ。どうやら嘘ではなさそうだな。このまま生かしておいてよろしいんで。偽物を消しても仕方あるまい。行くぞ。なんだ。大したことはありません。朝日殿、この男が偽物だというのはまことですか。鶴吉、お前。仕方ねえだろう。だって本当のこと言わなきゃ殺されちまうじゃねえかよ。まずいことになりましたね。学べ。はい。偽物を仕立てるとは、たぬき親父も焼きが回ったものじゃ。もはや鬼塚劇も打つ手はございますまい。お方様、これでお世継ぎはお方様と拙者の間に生まれた菊丸君に。菊丸は殿様のお子、神の山三万石の血筋を引くれっきとしたお世継ぎじゃ。夢めそれを忘れぬように。思えば途方もないことを。夢かうつつか。菊丸、菊丸、殿の御前に参るぞ。
老中の命により拙者が参ったのは他でもない。昨年来上野山藩では藩主の病を理由に参勤交代の延期を申し出ながら、いまだ世継ぎの届けが正式に出されておらん。噂によれば次期藩主の座をめぐって藩内に抜き差しならぬ対立があるとか。ご城代、そのような事実がおありなのかな。あ、いえ、そのような事実はございません。お世継ぎはこちらのお夕の方様がお産みになられた菊丸君と決まっております。菊丸君？はて、お世継ぎは藩主とお弓様の間に生まれた新次郎君だと聞いているが。その新次郎君は行方知れず、おそらくはすでにお亡くなりになっておられるとしか思えません。亡くなったと申すのか。もし生きておられるなら、城代家老鬼塚劇がこの場へお連れするはず。お夕の方様でございましたな。新次郎君は亡くなってはおられません。拙者がお連れ申した。俺それに。この者が新次郎君だと申されるのか。いかにも。ご公儀大目付の重職にありながら心眼を見極める目はお持ちでないようじゃ。こやつの名は鶴吉。まことの新次郎君とは似とも似つかぬ真っ赤な偽物。まことの新次郎君か否かはその方らが決めることではない。心眼を見極めるのは病床の上野山藩ご当主でござる。ご城代、これでよろしいかな。はい、それでは私が。ああ、いや、役目柄拙者が直接お目にかからねばなら。いや、しかしそれは。何かまずいことでもおありかな。いや、別に。病床の友はこのお方がまことの新次郎君であること、そして新次郎君を上野山藩お世継ぎとすることを正式にお認めになられた。たわけたことを。殿はすでにお亡くなりになっておられるのじゃ。死人がそのようなことを認めるわけがあるものか。あらしゃい。お当主は生きておられる。公儀用目付朝比奈川地の神がこの目でしかと確かめたのだ。おのれ、殺せ。
あの者たちの処分はそちらにお任せいたす。大目付様、今日まで殿の病死を隠しておりましたのはこの鬼塚劇の一存、責任は私一人にあります。ご城代、殿は生きておられた。少なくとも拙者がお目にかかった時までは、従って誰も責めを負う必要のないかと。無論神の山藩にご公儀よりのお咎めがあるはずもない。朝比奈殿、この上は誠の信次郎君のご回復を待って正式に次期藩主の座に。鶴吉、身代わりご苦労であった。何度も殺されかけたんだ。このお礼はたっぷりしてもらえるんだろうね。はい、ご希望の通りに。そうこなくっちゃ。朝日の旦那、また若君の身代わりの口があったらいつでも声かけてくんな。今度はもっとうまくやってみせるよ。朝日の河内の神、役目大義であった。調子に乗りよってこいつ。あら、ひょっとして。神の山土産でございます。紅花染めでございます。こけしでございます。あ、そうそう、これ今朝方神の山藩から届けがあった。旧藩主の病死により、お世継ぎ信次郎君が新しく藩主になられるとのな。私がお目にかかった時はまだご存命でしたが。そうですか、お亡くなりになられましたか。新しい藩主というのはどのような人物なのか。城代家老という名伯楽がついておりますゆえ、必ずや家臣領民に慕われる名君となりましょう。朝比奈、ほ、神の山藩では確かに何も問題はなかったのだな。ほい、何もございませんでした。ならばよい、ご苦労であった。渡辺殿、いやー、ご総見で何より。いや、ごめん。こら、
平野松本藩を探ってる。奴らを江戸から出してはお家の大事だ。草薙でも探し出せ。奥方様に対して何と申し上げなさるおつもりですか。勘違いするな。黙らせ。気の毒だが姫には死んでもらおう。反省はこのわしが牛耳。隠密奉行朝比奈、ご期待ください。